愛染夢子は日本の元女優。本名は湯サヤ千代愛称、お夢。1915年12月25日、福島県山郡稲脇城町に生まれる。愛染が生後半年の時に公務員で父の横山二郎を亡くし、10歳の時には母の秀子も死去した。愛染は両親を失い。 家財もすべて叔父に委ねて、兄と共に上京し、浅草区、秀久町聖火神常小学校に入学する。整備高等女学校を中退後の1930年7月、14歳で東京小畜学劇部に入団。メリーゴーランドで初舞台を踏み、この舞台で演じた海賊役で絶賛を浴びた。1932年2月1日。 当時の所長である、木戸史郎に、新時代の女性映画のホープとして、松竹鎌田に迎えられ、菊池博士原作、成瀬美夫監督の、虫ばめる春で、同じ松竹歌劇団で活躍していた後輩の水、久保澄子と共に、銀幕デビューを果たした。水久保が先に、人気女優となるが、愛染めは、 デビュー2年後の島津安次郎監督作品の、隣の八重ちゃんに主演し、一躍人気女優となる。愛染めはモダン派のホープとして、多くの作品に主演し、モダン派の中では他を断然引き離すほどの存在であった。1934年9月、共同映画社に移籍。1935年、 ジューシュームが独立プロダクションの東京発生映画製作所を設立するにあたり、アイソメにも転機が訪れた。アイソメは、この独立プロ創立に参加しないかと誘いを受け、小畜蒲田で腐っていた豊田史郎や、名シナリオ作家として名高い八田直行と共に、設立に参加。積極的に活動し、乾杯。学生諸君を皮切りに、数々の作品に出演。 1938年には、林文子原作の、泣き虫小僧、真船豊原作の、太陽の子といった終作に主演し、愛染の前世時代を築くことになった。フリーとなった後も、愛染は、活躍を続け、1942年、ベルリンオリンピック金メダリストの湯さまサのりと、入籍した。娘に、女優の湯さなお子がいる。戦後も活躍し、 1947年に、没落していく家族の一家の姿を描いた傑作、安城家の舞踏会で、原節子、森正幸の姉役でも、気の強い女性を講演している。1955年に、映画界を引退したが、1965年、再び小畜映画の、霧の旗に出演した。趣味は読書と散歩で、思考はコーヒー。1985年には、 隣の八重ちゃんで共演した高杉さなえと共に伊藤司からインタビューを受けている。2002年発行の日本映画スチール集振興記念マモダニズム編に資料提供したのを最後にその後の消息は不明である。小竹蒲田時代隣の八重ちゃんスチール写真。左が愛染夢子。右は高杉さなえ映画情報1934年8月号。 日活イコール共同映画時代東京発生時代、家福前編1937年、愛染夢子、入江高子新興記念間時代、大英時代小築大船時代。ありがとうございます。